冷汁は、だしと味噌で味をつけた、冷たい汁物料理。主に夏場に食べる。山形県、埼玉県、宮崎県など、日本各所の郷土料理であるとともに、同名で、それぞれ別内容の料理や、別名ではあるが類似している料理が存在する。古くは、鎌倉時代の鎌倉寒冷化記録に、冷汁の記述が見られる。このような、冷汁と称される。 味噌を調味料とした料理が、僧侶等によって全国に留布され、以後、気候風土が適した地域のみに残ったとされる。武家にては飯に汁かけまいらせ騒僧侶にては冷や汁をかけまいらせ騒鎌倉寒冷化記録、鎌倉寒冷化記録については、国書総目録に記載がないため実在に疑問があり、上記の信憑性については、注意が必要。江戸時代。 寛永20年の料理書、料理物語では、汁の部において、冷汁が紹介されている。これは具としてもずく、海苔、栗、生姜、苗が、かまぼこ、朝月などを入れたもので、煮抜きで仕立てた一種の味噌汁であった。銀座、岩戸で供される、宮崎県の冷汁現在、冷汁と呼称される、料理の中では、宮崎県の冷汁が、 鎌倉管理化記録の冷汁に一番近いものとされる。もともとは農民食、人中食と呼称された。忙しい農家の食事として簡単に調理でき早く食する目的の料理であったが、第二次世界大戦以降に各家庭で工夫して間のかかる料理へと移行していった。昭和40年代までは宮崎平野を中心とする地域の郷土料理であり、 宮崎県北地域や県西地域ではほとんど食されていなかった。近年の食文化の拡大に伴い、県内広域で食されるようになってきていることが、各種調査の結果から判明している。一部では、冷やし汁と表記、故障されることもある。冷や汁自体の具で栄養補給できる上、暑さで食欲が落ちる夏場に冷たい汁を冷ました、米飯、爆飯にかけることで食べやすくなる。 単なる冷めた味噌汁と違って、口述のように調理に手間がかかるが、いわゆる味噌汁ぶっかけ飯の一種でもある。農産漁村の郷土料理百選として、宮崎県の料理に選ばれている。健康食としてのイメージも高く、夏バテ対策としても食べられている。宮崎の名物として知名度が高まるにつれて、料理店が素材を厳選し、調理方法を工夫した冷汁をメニューに出すようになった。 JR 九州の豪華寝台列車、七つ母子九州の車内食にも採用されたほか、宮崎空港では、冷や汁ラーメンを出す店もある。外食チェーンストアの弥生県では、夏場限定の宮崎県の郷土メニュー、冷や汁ととり、南蛮の定食として提供している。すり鉢に入りこもしくは焼きほぐしたアジなどの魚と、いったごまと、麦味噌を入れ、すりこぎでする。 よく混ざったらすり鉢の内側に薄く伸ばし、直火で軽く、焦げ目がつくまで香ばしく焼く。すりこぎですり混ぜながら、冷たくした出汁を注ぎ入れて伸ばす。仕上げに手でほぐした豆腐、輪切りのきゅうり、千切りの青じそ、みょうがなどを混ぜてよく冷やす。冷えた汁を米飯や湧く飯にかけて食べる。魚はいりこや味を使うのが一般的だが、 タンパクで癖のない魚ならばどんなものでも利用できる。いりこは頭と腹渡を除き、空入りして用いる場合もある。日向市の細島地域では甘台を利用した冷汁もあり、これは非常に上品な味である。元来家庭料理であるので、宮崎県内でも地域により作り方が異なる。県西、県北、県大部や埼玉市大宮地区あたりなど県内の各所で、 夏の家庭料理として作られる。表記は、冷汁で、呼び名は、冷や汁。川島町地域では、すったて、すったてと呼ぶこともある。特徴として、冷汁が、ざるうどんの漬け汁として使われた料理で、冷や汁うどんとして、農産漁村の郷土料理100選に選ばれている。冷汁うどんの起源、発祥は、きゅうりの輪切りを砂糖、塩。 ごまであえた料理を惣菜としてよく食べており、そこで余ったものをうどんと合わせた食べ方が始まりとされる。うどん以外にそうめんを用いることもある。かつて農民が夏の重労働を行う際、時間や食欲のない時でも十分な栄養補給や体力回復のために簡単に食べられる生活の知恵として伝承されていた料理である。近年は少なくなったが、農家や休暇などで、 応募に、に親戚一同ががしたた。遠の締めに食されることが多かった外食産業のメニューとしての冷や汁うどんは、加須市内にある加須うどんの店、小亀が発祥とされ、このメニューを扱う店舗も加藤うどん展開機全般や、道の駅同様のふるさと大戸根のレストランに見られる程度であったが、2007年より、川島町にて町おこしの観光資源として、 日や汁うどんを活用するプロジェクトが発足し、町内の共産飲食店にて、夏季限定で提供されている。2009年の夏場には、東京都内の JR 駅の立ち食いでも提供された。また、2010年のゴールデンウィーク中に、大宮ソニックシティ付近で開催された、第6回、埼玉 B 級ご当地グルメ王決定戦では、川島町が、すったてとして出品し、 優勝を獲得した。入りごまをすり鉢でする。地域や家庭によりすり方は様々で軽くすることもあれば、ごまの粒を残さず、ごまの油が出てしっとりするほどすりつぶす場合もある。すり鉢に味噌を入れてさらにすり混ぜる。この時、好みで砂糖を少量入れても良い。この味噌は群馬など北、関東産のものが推奨される。別に、きゅうりの輪切り。 青しそとねぎのみじん切りを用意する。好みや時期により、しその実やみょうがのみじん切りを追加してもよい。味噌が入っているすり鉢に、輪切りのきゅうりとみじん切りの野菜類を入れ、すりこぎでつくように混ぜ込む。味噌と野菜類が馴染み、きゅうりから少し水分が抜けて、しんなりするぐらいまで混ぜる。なお、きゅうり以外の野菜類を、味噌を入れる前に加え、うどんを作り、茹でる。 手打ちが理想だが、腰がありや,や太めのうどんなら、特に産地は問わない。茹で上がったら冷水で締め、ザルに揚げる。すり鉢に作った味噌だれを冷水で少し伸ばす。気温が高ければ、氷塊を浮かせて冷たく保つ。味噌だれを小鉢に取り分け、ザルに揚げたうどんの漬け汁として食べる。具のきゅうりや野菜類とうどんを同時に食べるようにする。地域により、漬け汁は、 ごまと味噌だけで野菜類は薬味として食べるときに加える形の場合もある。この他、埼玉県北東部では一般的なそうめんつゆにきゅうりの輪切りとみょうが、青しそ、山椒などを細かく刻んだものを入れ、氷などで冷やしたものを冷や汁と称することがある。この場合、麺は茹でた後に氷水で冷やしたそうめんを用いる。これも やはりカキの食べ物である。季節の茹で野菜に数種の乾物を戻して煮たものを冷ましてから汁ごと、あえた具、具たくさんのおひたし。米沢藩に古くから伝わる料理で、合戦の出陣式には、配下の武将に、冷や汁が振る舞われたと言われている。正月料理としても知られており、正月には野菜に雪菜を用いることが多い。また、 主材料の名前を取り入れた形で故障されることもある。シみ豆腐、シみこんにゃく、干ししいたけ、干し貝柱を水で戻す。干ししいたけと干し貝柱の戻し汁を醤油などで味付けした出汁で乾物を煮る。乾物の煮物がよく冷めてから、ほうれん草、雪菜、小松菜などの湯気野菜の上に汁ごとかけて食べる。乾物を煮る際に油揚げ、内豆、 人参などの具材を入れることが多い。茹で野菜の上にかけるのではなく、全体をあえて味が染み込むようにする場合もある。群馬県、栃木県など、北関東でも埼玉の冷や汁と同様の冷や汁料理がある。また、新潟県長岡市土地を地域、中越地方、東日城市、三条市、三つけ市などでも埼玉に類似する冷やし汁が存在する。 九州の各地にも宮崎県の冷汁と同様の冷汁料理があり、熊本県の阿蘇周辺や鹿児島県などでは夏に家庭料理として食べられている。大分県津久美市近辺でも焼き魚のほぐし身を使った冷汁が古くから食べられている。宮崎県の冷汁に類似する内容の薩摩と呼称される料理が大分県、岡山県、広島県、愛媛県、 香川県などに存在する。これは、薩摩地域の農民、漁師料理が起源で当地では、冷や汁と呼称されているが、料理が伝わっていった際、起源地の名を取って、こう呼称されるようになったとされる。愛知県篠島で作られる西汁は、主要な材料がイボニシに限定されるものの、焼いた小魚を出汁として、イボニシの肉と共にすりつぶして、湯水を加えるなど、 作り方が宮崎県の冷汁に類似している。静岡県尾前崎市を中心とした中部地区では、川という漁師料理が存在する。元は創業中の漁船場で作られていた料理で、鍋に味噌、氷、玉ねぎ、きゅうり、かつおや味などを叩たたいたみ、薬味としてみょうが、ネギ、大葉などを入れて、豪快に混ぜたものである。魚の臭み消しとして、梅干しを入れることもある。 そのまま冷たい味噌汁として、またご飯やそうめんにかけて食べる。氷が鍋に当たる音が料理名の由来とされている。ありがとうございます。